3バックの中央山下は開幕から全試合フルタイム出場、25番は田中、そして2番は加藤です。右のウィングには橋本陸、左のウィングにはこれで2試合連続先発高野が入っています。中盤はそこに徳永、牧山と前田がその前にいます。ツートップは伊藤と藤沼です。ゴールキーパーは大久保です。その3バック、中央にベテランの深津、大和と龍がいて、右のウィングに高橋、左には足立を予想しています。ダブルボランチ、二川と新座と、前線にはベテラン、 J1 でも149試合35ゴールをマークしている徳良、オタボー・ケネス、そして15番は鏡遠い。だいぶ雨のために水を含んでいるピッチです。これからどんどん芝には水が溜まっていきます。長いボール、徳良頭でつなぐ、オタボー、オタボー、前半12分、先制したのは岩手グルージャ盛岡、決めたのは背番号10、オタボー・ケネス。オタボー・ケネスは第2節の北九州戦以来、今シーズンの2ゴール目、この徳良の頭での落とし、バランスを崩しながらもしっかりコントロールしました。オタボー・ケネス、徳良の強さ、高さ、そしてこの前へ出るオタボーの推進力、それが噛み合って先制ゴールに結びつきました。ここはゴールキーパーの三浦ではなく山下が蹴ります。山下がゴールキーパーの三浦へ、いや厳しいところにボールを入れた、そして折り返してシュートは、なんと徳良、高橋のクリアですが、これが小さくなっています。17番の伊藤をつなぐ、早いタイミングでクロスが入ってきた、また藤沼拓夢だ。橋本がピンポイント、いいボールを入れてきました。そこに合わせていった藤沼拓夢。伊藤オフサイドはない、橋本を折り返して藤沼、いや、いいところに入っていくんです。相模原の9番、徳永に行きました。右手を挙げて僕が行くというアピールです。さあ裏を取ってくる、さあチャンスになる、自分で打ってきた藤井、あーっとここも決められない藤沼拓夢。スピード上げていく徳永、足元コースを変えて、さあチャンス、あーっと足がかかった、2つにイエローカード、これは相模原の選手からするとイエローカードじゃなくてレッドじゃないかというアピールでしょうか。完全に抜けようかというところを深いスライディング止めてしまいました。だいぶ興奮しています。17番伊藤です。あーっと、ここで今ファールをした岩手51番深津光太、レッドカードです。退場。斉藤がどうやらセンターバックのポジションに入ったか。中央に入れたボール、福井だ、福井のシュートは入って、いきなりいいプレーを見せました。22番の福井和樹、前田ダイレクトで折り返したボール、ヘディングシュートはクロスバーだ。この加藤の打点の高いヘディングシュート、その瀬沼には3番の斉藤、クロスが入る、どうだ、おーっとパン
チング、クリアできなかった大久保。この雨でボールがスリッピーになっていたのが災いしました。相模原が同点に追いつきました。さあ公式記録はこの大久保のオウンゴールということになるんでしょう。中にクロスを送ったのは15番の前田平です。さあ残り10分を切ったところで追いつきました相模原。相模原、橋本、6番の徳永、15番前田、25番の田中が上がっていきます。ボールは16番の高野です。高野のクロスにヘディング、やっと来た。自身7本目のシュートが吸い込まれていきました。9番藤沼拓夢、粘り強く使い続けた戸田和幸監督、その期待に応えました藤沼拓夢。見事なヘディングシュート、枠ギリギリ。瀬沼、さあゴール前、藤沼がフリーだ。さあその藤沼、あっとよく戻りました。オタボ、アディショナルタイム6分を回っています。 SC 相模原ホーム祇園市で逆転勝利。9番の藤沼拓夢は自分で放った7本目のシュートで仕留めました。この藤沼のゴールが決勝点となりました。2024明治安田 J3 リーグ第15節、 SC 相模原対岩手グルージャ盛岡、最終スコア2対1、 SC 相模原勝利です。